ブリュッセル条約は1948年3月17日に調印された条約。正式名称は経済的、社会的及び文化的協力並びに集団的自衛のための条約。イギリスとフランスとの間で前年に結ばれた相互防衛を目的とするダンケルク条約を拡張させたものである。英仏両国の他にベルギー、 ルクセンブルク、オランダが参加した。本条約の主な目的はドイツの再軍備に対する防衛である。ブリュッセル条約では戦後ヨーロッパの安全保障協力に向けた取り組みが謳われ、その内容は北大西洋条約の前身ともいえ、またヨーロッパの相互防衛を定めたという点では似たようなものとなっている。ところがナットと大きく異なっているのは、 ヨーロッパの相互防衛の規定として仮想的国としているのがドイツとしていることである。これは翌年に発足するナットの枠組みがヨーロッパが東西二つに対立するブロックとして分断されることが避けられないという認識の上に成り立っており、つまりソビエト連邦が将来復興を成し遂げるであろうドイツよりも脅威に感じられ、また西ヨーロッパの相互防衛が 北、アメリカを含む大西洋地域に及ぶという考えによるものである。1948年9月、ブリュッセル条約参加国は軍事機構の創設を決定する。最高司令官会議議長にはイギリスのバーナード・モント・ゴメリーを任命し、本部をフランスのフォンテーヌ・ブローに置いた。陸軍最高司令官にはフランスのジャン・ドラトルド・タシニ、空軍最高司令官には イギリスのジェームズ・ロブ、海軍最高司令官には、フランスのロベール・ジョジャールが指名された。条約の規定では、文化的、社会的条項で特徴があり、諮問評議会の設置が謳われている。この概念の根本にあるのは、西側諸国の協力によって、共産主義の拡大を止めようとするものである。ブリュッセル条約は1954年10月23日の、 パリ会議で調印された議定書により修正されており、新たに西ドイツとイタリアが同盟に加わることになった。これを機に西欧同盟が発足することになった。ブリュッセル条約は以下の特命全権大使によって調印された。ヨーロッパが2つの陣営に分断されることが避けられなくなるに至り、ソビエトと東側諸国の脅威は、 ドイツの復興による脅威よりも大きなものとなった。そこで、西ヨーロッパ諸国では、同盟において強大な軍事力となる、アメリカ合衆国を巻き込んだ、新たな相互防衛策を模索するようになる。アメリカもまたソビエトの脅威の増大を感じており、西ヨーロッパの誘いに応じた。この構想は、急速に進められ、1949年3月末までに、 秘密会合が開始されており、アメリカ、カナダ、イギリスの間で協議が行われた。その後ワシントン DC において、北、大西洋条約が締結され、NATO が発足した。ありがとうございます。